での初優勝、オーシャンカップ優勝戦。先頭4号艇の平田、続いて1号艇山口、5号艇椎名と対してまもなくゴールインです。優勝戦、先頭4番海原ゴールイン、2着1番山口、3着5番椎名。1マークは攻めて、そして2マーク勝機がありました。貝原選手やりましたね。いやー、もうこれは会心の優勝だと思います。はい、お金を迎え入れられてやりましたね。あのグランプリ優勝以来です。さあ、コメントが聞けますね。 SG 第29回オーシャンカップ見事優勝しました。貝原優希選手、おめでとうございます。イエーイ。今の率直なお気持ち、めっちゃ嬉しいっす。めっちゃ嬉しい。もうファンの皆さんの声援届いてました？あ、全然聞こえてないっす。じゃあこれからちょっとね、ウィニングランで。そうですね。はい、めっちゃ嬉しいっす。あのグランプリの衝撃的な優勝から、まあ、9年7ヶ月経ちました。そう、時間かかりすぎたっすね。はい、その間っていうのはどんな思いだったんですか？いや、まあ勝てないなと思ってましたけど、はい、嬉しいです。今年はちょっと不甲斐ない戦いと言われてましたけれども、この優勝、改めていかがでしょうか？そうですね、まああのちょっと久々なんで普通に嬉しいです。はい、いや、たくさんあのファンの方の声援もらっていただきたいと思います。はい、はい、見事2度目の SG 制覇ということになりました。はい、まあ、この思い、まずは誰に伝えたいというのはありますか？いや、もうみんなに伝えたいです。あの、お世話になった人みんなに。はい。はい、では今年これからの戦いも期待しています。はい、では全国のファンの皆様にメッセージお願いいたします。はい、やっと届きました。また頑張ります。おめでとうございます。おめでとうございました。もうこのホールに入りきらないくらいのお客様が。はい、もうめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。イエーイ。あー、本当に遅くまで残っていただいて本当にありがとうございます。もうちょっと10年ぶりなんで、もう忘れかけてたんで、ちょっと本当に嬉しいです。ありがとうございます。ちょっとね、こう涙がこぼれるシーンもありましたが。そうですね、まあ、ちょっと優勝した時は別になんともって感じだったんですけど、はい、10年かかったんで、さすがにちょっと嬉しかったですね。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。さあ、ちょっと優勝戦も振り返っていきたいんですが、まずチルト1度でした。そうですね、はい、今日ちょっと1に跳ねて瞬転してって感じだったんですけど、1度にした時って大体その悪い症状とか出たりするんですけど、それの悪いところがあまり出なかったのと、まあ瞬転して回り足も良かったのと、まあ、伸びはだいぶいってるなっていうのもあったんで、はい、ちょっと0.5に下げようかなとかって思ってたんですけど、まあ、見栄え的に1の方がなんかいいなと思って験担いで1でいきました。はい、なんか見た目いいじゃないですか、1の方が。確かに、はい、だから多分皆さんめちゃくちゃワクワクされたと思いますよ。あ、もうそういうの、はい、嬉しいです。はい、ありがとうございます。スタートはまあまあでも10ぐらいを目指してっていう感じなんですけど、はい、まあちょっと実際大村ってスタートダッシュ難しいんで、ええ、結構適当に、はい、適当に。ただバックはね、三つどもえということで。そうですね、ちょっともう1コーナーで、強さに残された時点で、あ、これは厳しいかなとちょっと正直思ったんですけど、はい、はい、椎名くんが決まり手ですね。決まり手椎名くんです。はい、はい、でも2マークは本当冷静にというところですよね。そうですね、まあまあ冷静にというか、まあ、あれはさすがにさせますね。18年ぐらいやってるんで。さすが。これ3周ゴールするまではどんなことを思いながら走ってたんですか？はい、いや、まあ多分剛さんのあの出足だったら多分まだ諦めてないなと思ったんで、僕ももうほんと1度だし、めっちゃ頑張って走ってました。はい、でも1度でも
回れるんだっていうね、こう皆さんの意見がすごく多かったんですけど、一度でも回れましたね。回れましたね。回れましたね。いや初めてだったんで、はい、あ、そうだったんですか。そうです、一度は、はい。いやそのあたりもうテクニックを駆使してというところでね、もうめちゃくちゃ広いとこ走ってたんしたんで、はい、でもしっかり優勝勝ち取って、はい、オーシャンカップ初制覇というところになりました。 ありがとうございます。はい、37歳いい感じにねスタートしましたね。そうですね、あのちょっとまあ上半期も僕全然ダメだったんで、まあ下半期でどれだけやれるかっていうのが勝負どころかなと思ってたんですけど、はい、よかったです、はい、やっぱり長かった10年って振り返るとちょっとこうグッとくるものがあるんですか。そうですね、まあちょっとやっぱりそこはちょっとずっと取りたい取りたいと思ってもなかなかこう取れるものでもなくて、もう後輩たちはね2勝3勝ってしてるんで、なんか足りてないんだろうなと思いながら、まあ2勝目いけたんで、はい、ちょっとそこが嬉しかったです。そうですよね。あとは大村も初制覇というところになりましたね。いやそれが嬉しいですね、はい、はい、優勝したことなかったんで、はい、ありがとうございます。ね、おめでとうございます。最後集まってくださったファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、本当にこんな遅くまで、残っていただきありがとうございます。ありがとうございます。下半期、ここから頑張りますんで、ぜひ、本場の方に来て応援してください。よろしくお願いします。優勝を勝ちました萱原佑樹選手、お話を伺いました。ありがとうございます。